どうもワニです。そしてこちらは我が家で飼育しているイエアメガエルのブルー。今日はこの子に餌を与える動画になるんですけども、今回この子に与えるのはこちら、大量の芋虫ミルワームですね。こちらをこのカエルの目の前にばらまくとどうなるのか見ていただきましょう。それお食べてる。まだまだいるけど、どうだ。選手交代。ミルワームは200匹ガエルぐらいの大きさのカエルにちょうどいいですね。こいつら結構体は丸ごくて大きいけど口はちっちゃいですから、狙ってます。狙いを定めてますけど、定めるまでもなく全部餌なんですけどね。一生懸命狙ってます。ほんと200匹ガエルって可愛い顔してるよな。取れてないのよ。もうちょっとベロ伸ばさなきゃ頑張って。この音も可愛い。まあ、この子はね、俺が長年飼ってるペットの200匹ちゃんなんですけども、この間大乱獲してきた北大東島の200匹ガエルは今ちょっと俺がヤフオクで出品して販売してるんで、ぜひ飼ってみたいなって人はそこから購入して飼育してみてください。概要欄の方にね URL 貼っときますんで。ミヤコヒキガエル、まあ、南西諸島のカエルなんでちょっと寒さにはね本州のカエルよりは弱いと思うんですけど、まあ、それでもやっぱり日本のカエルなんで飼いやすいですし、とっても愛嬌があって可愛いですよ。まあ、基本的にはこうやってね生きた動く虫とかを好んで食べるんですけど、慣らせば人工の餌とかも食べてくるようになりますからね。で、牙で噛みついたりするわけでもないんで、共食いとかね、もうよほど体格差がない限り共食いとかしないんで、複数のヒキガエルをいっぺんに飼えるっていうのも魅力のポイントです。飲み込む時にね目をつぶるのも可愛いんですよね。外してる。いや取れてないのよ。結構もう半々ぐらいの確率でベロ伸ばすけど捕食できてないことあるね。綺麗な子でしょう。オレンジ色と白い模様が美しい。
登られてんじゃん。器用だな。足で叩き落とした。はい、選手交代。この子はね、茶色っぽい体色でちょっとなんか普通のヒキガエルっぽくて、それがまた可愛いんですよね。この子食うのうまいな。ほら、この茶色い模様と濃い茶色のライン、かっこよくないですか。渋い色合いですよね。ミヤコヒキガエルはね、個体ごとにいろんな体色の子がいるから、自分の好きな体色の子を選べるってのも魅力ですよね。うん、こいつほんと食うのうまいな。やっぱ個体ごとにね、餌取んのがうまい下手ありますね。こいつ百発百中だな。お上手。という感じで今回はね、我が家のカエルたちに、大量のミルワームを与えてみましたという動画でございました。もういらないっぽいですね。歩き回り始めた。ちょっとね、家飴はほんのちょっとしか食べなかったけど、ミヤコヒキガエルがいっぱい食べてくれましたね。また今後もね、このカエルたちやミルワームの動画出していくと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。